市川大門駅は、山梨県西厚代郡、市川三里町市川大門にある、東海旅客鉄道見延線の駅である。スイカやパスも、トイカなどの交通系、IC カードは利用できない。特急、富士川を含むすべての列車が停車する。島式ホーム一面2線を有する地上駅である。北側から見ると、駅舎。 一番線、二番線の順に並んでおり一番線に、甲府方面の列車が、二番線に、富士方面の列車が発着する。この他当たり駅は、駅舎と一番線の間に側線を一本有している。ホームのカジカザ口方の橋はスロープになっておりこれを、下ったところから一番線の線路と側線を越えて、駅舎に、構内踏切が伸びている。 駅舎は1995年10月15日に、竣工したものでコンクリート造り、1994年に、市川大門町内にできた、大門麒麟公園に合わせて、中国風のデザインとなっている。この駅舎は、市川大門下地区公民館との合築となっていて、駅舎内部には、町会所の他市川大門下地区公民館の、設備として、調理実習室や町民のみ、 利用可能な風呂場などがあるが、一般の旅客が立ち入ることができるのは、待合所のみである。待合所の片隅に、市川大門下地区公民館への入り口があり、ここを入ると公民館の受付がある。基本的には1階建てであるが、公民館部分の一部のみニ階建てとなっている。南甲府駅管理の簡易宅駅である。2013年4月1日から、 市川三里町の住宅による、簡委託駅として有人化された。ただし、クレジットカードなどが扱えないため、クレジットカードなどを利用する際は、東花和駅を利用するように案内が掲示されている。自動券売機は設置されていない。乗車券類の発売業務のみ委託されており、その他の改札業務などは当駅では行っておらず、ワンマン電車では、 無人駅と同じ扱いとなる。2013年3月31日までは無人駅で自動券売機も設置されていないので、当駅で切符を購入することは基本的にできなかったが、毎年8月7日に開かれる新名の花火大会の際には臨時窓口が設置され、当駅発の切符が販売されていた。 かつての急行富士川号は当駅を通過して、隣の市川本町駅に停車していたが、急行列車が特急に格上げされた際に、町が新駅舎を新築するのと引き換えに当駅に停車することになった。新名の花火大会の開催日は、当駅を始発、終着にする列車が設定されている。1日平均乗車人員は以下の通りとなっている。 市川の町の生誕に位置する。駅の北500メートルほどのところには、笛吹川と釜無川が並行して流れており、梶川沢口駅の近くで、両者は合流し、富士川と名前を変える。山梨交通路線バスの廃止後数年間は、市川大門駅を経由する、バス路線は存在しなかったが、2006年から川を挟んで対岸の富士川町が、 山港タウン工事に運行を委託して、運行を開始した藤川町コミュニティバスが当駅と、マスホ商業高校を経由してカジカザワ口駅を結んでいる。運行は、平日の朝夕とマスホ商業高校の登校日のみで、スイカやパスモなどの交通系 IC カードが使える。 藤川町コミュニティバスの乗り場は駅前ではなく200メートルほど歩いたところにある道路際に設けられている。なお、市川大門駅と梶川カ口駅以外に、市川三里町内にバス停は設置されておらず、藤川町内まで存在しない。特急、藤川の隣の停車駅は列車記事を参照のこと。ありがとうございます。